さあリベンジマッチです。はい、これは絶対にもうやること決まってるし、やっぱりちょっとそうなんだと思った。そうなんだ、今回は俺に向いてます。はい、2番捜査、1番少年、二択だ。これも外したら俺勝てそうだもん。占い師、3番占い師、3番占い師、返事で操作します。違います。どうぞ。本当は黄緑の偶数、黄緑の偶数ちょっとずらそうかな。7番賢者、7番賢者、落ちましたね。さあ、で、と、はい、なので4戦目です。ルミさん先行で、私が先行です。はい、うん、どうぞ。はいはいはい、これは投資かな。3番占い師、投資見せてください。ありがとうございます。なるほどね、まあ見られたカードが使う、見られたカードを使うのが少年が出ました。7番賢者、うん、賢者はいいカード。序盤賢者って本当にいいよね。やばいカードを持っていくと分かるんで、うん、カード守護しておきます。はい、どうぞ。賢者3枚見て1枚選びます。なるほどね、今回はこっちかな。うーん、じゃあカットしてください。はい、よし、守護なので効果は発動しません。ガッガッ、ない。でも兵士は結構ね強力なカードだと思うんだけど、ガードの時にわざと使う、見ることは兵士よりもいいか。9番皇帝か、それか使えなかったか、使えない英雄というか、まあ俺だったら6を持って対面だったら見せたくないから使っちゃうし、使っちゃうね、うん、26の場合は6を使うはない、うん、26の場合は6を使う、使う、うん、9と10あたりは持ってそうな気がするんだよな。さっきのやつで入れたんじゃないかな、9なんじゃないかな、それが大好きな精霊かな。なんで2枚目のガード、おー強い、ちょっと怖いからね。これは次の一手怖いよ。乙女に愛されてるね、いいね。なんかね、すごい来てる。あー、いいですね、行きよう。よし、ガード、ガード。でもさっきの例9手ぐらい入れてないと思うんだよな、やっぱ。まあ打ってみるか。6番対面、対面、そのカード見せてください。引っかかりましたね引っかかりましたね、ありがとうございます。それを見ちゃったからにはもう乙女は発動してないので、それはよし、8番精霊宣言。やっぱ精霊はダメだ持ってちゃダメだ、ダメだ、私もこの勝ちました。いやー、そうか、はい、そうか、なるほど。ちなみに、うん、賢者で引いたカードは2番兵士、もともと持ってたカードは2番兵士、兵士を2枚取ったの、2枚取った。そんなことある、そんなことある、やばさあ、これで2に並んだよ、やばい、並びましたよ、余裕を超えてたらいつの間にやら。さあ、また5戦目になりました。もつれ込んだね、もつれ込むね、もつれ込んだね。いやー、さあ、多分ラストゲームです。いや、5戦目なんで僕が先行で、はい、私はこのまま勝って終わらせたい。よいしょ乙女、ガード、乙女が早い、はい、なるほど。賢者、はい、賢者いいなぁ。ガードが全くね、関係ないもんね。あー、まあね、まあね、自分なんでね。でもガード張ったから賢者を切らされたかもしれないしね。じゃあ、投資、はい、見ます。どうぞ。それは、はい、そうそれはそう、それはそう、それはそう賢者、はい、3枚見ます。うん、1枚選んで戻します。カットし
ごめん、死亡。おー、死亡。なるほど。そうか。さっきの3枚は死亡か。じゃあ、対面を死亡で。死亡で守ります。はい、どうぞ。さあ、なるほどね。じゃあ、見られてる勢力を使います。はい、どうぞ。今回。はい、なるほど。はい、いやー、いいカードを取られちゃったなー。まあ、知られてるカードはキル、はい、死神。さあ、疫病。さっきのやつも落としたいな。さっきのやつは危険なカードから落としていきたいな。よし、ここは俺も直感だっていい。うん、こっち、こっち。賢者が落ちます。よし、はい、さっきのね。あら、少年。少年を切っていく。さあ、サクサク進んでいくな。ね、怖いね。もう怖いね。まあ、何があるかわからない。少年がさっき切ってくれて本当によかった。俺少年ってカードをね、うん、素で出すのが本当もったいないと思っちゃうんだよね。だから2枚目で出す。そう。後悔処刑。後悔処刑。はい。うわー、これは、いや、もうさっきからね、やられてるからね、もうさすがに兵士を落としとくでしょ。はい、じゃ兵士が対決はさすがに公開処刑で落ちます。はい、いいとします。疫病。疫病。死神。はい、どう動くかな、これで。私もこれ直感だな。ほい、どっちだ。こっち。どうぞ。お見事。でもちょっと怖いな。おお。あんまり。どういうと。あんまり痛くないから。ゲームが決まるカードを取られたら終わりだったね。確かに。来ましたか。いや、あなたが外しただけです。2番、兵士。あなたの持ってるカードを当てれば、この試合僕は勝てます。そうです。だけど僕は、少年の公開処刑を使いました。あなたの持ってるカードは、6番、貴族。お見事でーす。よっしゃー、勝ったー。やっぱ低いカード持ってたんだ。持ってて。そっかー。勝ったー。5、6の時に使うかどうかだったけどね。いや、正直5来た時に、引いたのが兵士で、最初は皇帝絶対落としたくなかったんだけど、その瞬間一気に皇帝を落としたいだったの。兵士だったらさっき見てるから当てられると思って。あー、そう、皇帝をまあ落ちたのが俺にとってはラッキー。どちらにしろ私ゲームが終わる方が怖かったからね。なるほど。兵士が、あー、そうそうそう、それがね嫌だなと思ったけど負けました。はい、よし、ということで、くーしー、見事リュウケンリベンジマッチ、リュウケンリベンジマッチ成功です。ありがとうございます。ありがとうございました。勝ってよかった。勝ててよかったじゃん。正直直近のね、あの練習試合っていうか、なんか家でやってる時もね、うん、もう全敗だったからさほぼ勝ってなかったのよ、ここ最近。まあね、まあ ね、いやよかった、よかった。動画でちゃんと勝ってるしもね。はい、勝ってるし、でもちゃんと残したんで、よかったね。よかった、わかったやった。ところで英雄は、英雄どこに英雄いないんだけど。英雄いない、英雄いないんだけど。ここじゃん、そこ最後か。最後だったんです。はい、ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。